ルは北海道2000キロ女性ライダー一人旅編。私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、パルパルです。出た。いやー、ドキドキする。やばい、どうしよう。私北海道で自分のバイク乗ってる。はい、皆さんどうもこんにちは。バイクジャスチャンネル、パルペルです。あれどうやらしんのすけです。はい、ですね、今日は今網走市街地まで戻ってきまして、よいしょ、網走監獄へ向かいます。さて出発したいと思います。ちょっと私の苦手な坂なんで、どうだろう、行けるかな、怖い、ちょっと気をつけないと。怖い、超砂利なんだよね。よいしょ、あー怖い、はあ、辛かった。もう何回もね、ああいうとこでこけてるんで、坂みたいな、あーもう怖いんですよ。マルケスも坂みたいなとこでこけてた映像があったんで安心しましたけど、あー超汗かいてるよ、顔に、やば、超汗かいてる。道も怖いし、あーマジで、お出しするとき取っとけばよかった。もう砂利で押すだけで死ぬかと思った。あーほんと、もうやばいやばい、ここはやばいよ。あー怖い、もう二度と来ない、もう二度と来ない。無理、この5分だけでもう精一杯で、半日分の体力を使った感じがする。まあ今日ね、あんまり走らない予定で入れてるからいいんだけど、よくない。あ、もうすでに右手が筋肉痛になっちゃった、痛い。頑張りました。汗もすごい、朝からびしょびしょ。やばい。もうちょっと喋れませんよ。なんか道幅が狭くなってきたらしいんですよ、今度は。すごい雄大な景色なんですけどね、左側が。それを楽しむ暇もないぐらい。対向車が来ないといいな。来てもいいようにちょっと吹かしていきましょう。危ないんで。はい、普通の道出たー、やった。あーやばい、待って、もう右手が痛い。あー頑張ります。さて、これから網走監獄まで向かいたいと思います。イエイ。今日もね、曇りですね、朝から曇りで。お、今干潮かな、すごい日型ができている。今日も曇りなんですけど、雨の予報は出てないみたいですね。もうあと1週間ぐらい残すところなんですけど、その間雨の予報は出てないんで、はい、大丈夫かな。わーすごい、なんか日型って綺麗だな。普段あんまりさ、見る機会がないから結構綺麗ですよね、たまに見ると。いつも見てる人はいつもの景色なのかもしれないけど、いやー、ジャリジャリだった。出すとこからもうやっとけばよかった。やっぱね、女性一人だとホイレ、小出し、取り回し、大変ですね。男性に聞くと、まあ普通にここを押してとかってね言われて、まあ原理は分かるんですけど、原理は分かるんやけど、できん
のじゃん。できない。あー、なんかもう半べそでやってますからね。もう半べそ。今日はね、なんかせっかくなんで、今そんなに景色が撮れないんで顔カメで。なんでネパールっていっぱい書いてあるの。ふぅふぅ、ドーミーインがある。なんも言わんとドーミーイン泊まればよかったわ。あ、そういえばさ、みんなカッパってさ、どこのやつ使ってるの。なんか私さ、適当に買った二輪館とかでケチってね、5000円前後ぐらいのやつを買ったんですよ。そしたらなんかもうね、ムレムレる、ムレムレる、ムレムレやし、水が染み込んでくるしで、なんか大丈夫なみたいな。で、この間タイチのレインウェアを借りる機会があったんですけど、よかった、あれはよかった。もうペペーってペアペアって、もうなんか何、赤ちゃんの肌みたいな赤ちゃんの肌みたいな感じで撥水してくれるんで、よかった。あれね、1万2、3000円ぐらいするんでね。あんまりさ、首都圏に住んでたら言うてもレインウェアってそんな使わないじゃないですか。北海道とかこういう寒いとこ来たら風よけとかにも使うかもしれないけど、マレーシアとか行くともう100均よりも安いんちゃうみたいな、10円ちゃうみたいな、ペラペラのね、ビニールのねでできたカラフルな薄いね、葉っぱなのかゴミなのかわからないみたいなのが売ってるんですけど、みんなそれ着て乗ってるんですよね。急にスコールとか降るんで。てかこれつけてなくない？あまりにも緊張しすぎてなんかナビがならんなと思ったらつけ忘れてた。切った、これ。さすがに夜ね、眠れないんですよ。なんでかな。よいしょ。どうしたら寝れるかも教えてほしい。夜寝れないんだよマジで。どうやったら寝れるかな。なんかね、音楽かけたりとか、あとはなんかよくわかんない外国のから買ったなんかサプリのマッスルリラキシングみたいのとか飲んでみてんだけど、ストレスなのかな、怖いな。ハゲてきたりしないかな。ハゲてきたりしないかな。ハゲてきたりしないかなって。すごいですよ、バイクとばっかりデートしてて、人間のオスとは9ヶ月もデートしてる。チーン、積んだ。あー、どないすんねん、これどうやっていくん、これ。え、どういうこと、これどういうこと。え、なにこれ。え、なにこの道。あ、間違えた間違えた、お左やってん。あー、どうしたらええの。あー、どうしたらええの。あー、間違ったで、間違ったで。 U ターンしろって言われとる。 U ターンするんですか。あ、戻らんといけんやん、マジか。 U ターンできないので押していきます。エンジンを切って。お、トラック来よった、トラック来よった。よし、手押し U ターン完了しました。あ、あそこや、着いた。すごいすごい。あ、どうなってんだろう。おバイクおった。あ、結構いっぱいおるな。いや、着きましたので行ってきたいと思います。着きました。移動があります。わー、出た出た。わー、すごい。これで水を出しているのね、昔の人は。楽しいな、でも。水道より楽しいかも。あー、土間だー、すごーい。上がってみようかなー。あなた、今日は晩ご飯何にします？うん、そうだな。シシャモが食いたいな。シシャモ嫌だ。シシャモじゃなくて、お肉食べたーい。水族館じゃない。うちにそんなお金が、稼ぎがないんですよ。で、お肉ってあったのかな？こっち、かや。これ、ほら、見て、トトロとかで。出てくるよね、かや。でかー、でかー、大きい。そのまんボンボン時計夢だな。一通り見てきましたけど、はっきり言ってマネキンが怖くて、マネキンのことしか記憶に残りません。マネキン怖すぎるよマジで。この花綺麗だな。これ紫、すごくない？これ超晴れてるよ。ここなの？
おーすごーこれはすごい。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル登録とコメント高評価お待ちしてます。それじゃバイバーイ。あー気持ちいい。ただのまっすぐな道やんと思ってたけど、いやそんなことはありませんよ。